ャンネル。こんにちは。さあ、世間はちょっとざわつきましたかね。どうでしょうね。で、私は最初のこのざわざわから、はい、このぐらいになりましたよ。なったでしょ、はい、ポジティブワードでしょ。ポジティブでした、うん、聞いたら、はい、じゃあ今日は、はい、ヤクルトと、はい、楽天いきます。もう行くかポジティブだから。いや、そう、ポジティブなんだけど、はい、やっぱり、まあ、そのチームを出た方がいいってやっぱ言うっていうので、うん、まあ、ファンとしてはちょっと辛いとかじゃなくて、なんか寂しいっていう気持ち。それ移籍先で活躍したら嬉しいんだね。はい、そうですよね。そうですね。すごくないですか、はい、佐々木チャンネル、うん、誰も切り込まなかったところに切り込んでいくこのスタイル。はい、そうですね。しかもですね、うん、そんな分かんない雑誌であったらも、ね、はい、あるんですけど、12球団全チーム1人ずつ最低でもトレードした方がいいっていう、はい、企画なんて、うん、多分どこもないと思うんですよ。いや、なかなか、もしかしたらファンの中とかで思ってるかもしれないですよ。うんうん、でも、なかなか口にできないですよ。だって公式だもんね。だって公にね、うん、何十万人の方が見たわけですから、うん、ってなった時に、はい、これはもうね、うん、特許っすね。お、え、特許、はい、これもどういうこと、毎年できちゃうんで。そう、もう他のメディアではこの切り口やらないでくださいねっていう。そうっすね、はい、やってもいいですけど、やる時は呼んでほしいっすよ知らないとこでやらんちゃうとね。そう、でもただあのこれを言えるのは佐藤さんぐらいしかいないかもしれないですよ、はい、あとっすね、はい、昨日言い忘れたんですけど、はい、あのやっぱ初企画だと思うんですよ、はい、うん、勝手にネット記事で掲載やめてほしいですねよくなりますからね、はい、許可欲しいですね。ネット記事していいですかっていうとかね、うん、もしくは取材してほしいですね、はい、ちゃんと。そうですね、取材させてくださいって言って、はい、あら、そういや奇跡のパートナーとかって言って。いや、佐藤さんだったですか。結構良かったですよ、あれなんかヤフーの、はい、そのトップの、はい、全てっていうか、はいはい、あそこの下に大きく写真載ってましたからね。載ってましたね。載ってましたよねなんかすごい跳ねたらしいですよ、はい、バズったらしいです。そうなんですね、はい、私もいろんな人からあのスクショが送られてきました、はいはい、ヤフーのトップにいるみたいなありがとうございます。 あとなんかあの結婚報告かと思ったみたいな感じでした、ね、スーツ着て私が白いワンピースでこうやって写ってたんで、奇跡のパートナーって言って既婚者です私は独身ですけどいや、ありがたいですね、私が言ってくださるの、ね、まだ後編があるらしいですよね。はい、ちゃんと佐藤さんが多分期待してる選手とかそういうちょっと面白い。あ、そうですね、はい、まあ、皆さんね、期待してもらいたいと思いますけど、はい、今日はですね、期待してるっていうのもありますけど、そうですね、トレードに出した方がいい、はい、はい、第2弾、はい、じゃあヤクルトから。はい、ヤクルトはですね、はい、正直、うん、決めるのに12球団で一番悩んだか分かんないです。おお、そういう、じゃあ、まあ、いわゆる介護ロシっていう選手が少ないってことですか、はい、ポジティブに考えると、はい、今ちょっとヤクルトは変換期でもある、うん、ちょっと低迷期に入ってきてて、うん、そのピッチャーも防御率がね悪かったりとかしたり、はい、バレンティンが移籍して外国人枠をどうするんやっていうところもあったりして、ちょっと変換期にあるんで、ほぼ全員にチャンスがあるっていうね。あーそういうことかだから、はい、介護ロシっていうほどでもないし、うん、チャンスも別に枠も埋まってるわけじゃないから。ってことは本当に選手の頑張り次第でレギュラーにまだ誰でもなれる、はい、なれるっていうチームでもあるんで、うん、このチームにいても出番ないし、はい、まだ能力あるから出た方がいいよじゃないっていう、難しかったっす。だからでも決めたんですか。決めたっす。それはやっぱり編成係なんで、はい自称編成をしていくっていう勝手に12球団コンサルっすすごいポジションですね12球団編成なかなかなかったでしょ、うん、世の中にね。ないですね、はい、はい、もうじゃあ行きましょう。誰ですか。ヤクルトはですね、はい、トレードした方がいいんじゃないの選手、はい、藤井亮太選手です。藤井選手、はい、はい、もう31歳で、はい、まあ、今年32歳になるんですけど、うんうん、内野どこでも守れるんですよ、はい、兵庫の高砂南高校から、はい、東海大学海洋学部、はい、シティライト岡山でヤクルトスワローズって言って、で、まあ、2017年に真中さんの最終年かな、はい、監督ですっごいもう怪我人がいっぱい出て、はい、もうニッチもサッチもいかなくなって最下位になったと思うんですけど、2017年に、はい、97試合出て、はい、
あので、去年もファームではすごい100試合以上出たりして、うん、121試合って書いてますね、はい、だからその2軍での出場ね、内野どこでも守れるんで、はい、守備機会が多いっていうところでね、うんうん、そのまあ、表現がいいか分かんないんですけど、使い勝手がいい選手ですね、はい、しかも外野を守れるんで、その内外野をこなしたって、去年はチームトップの121試合、はい、だから使いやすいですよね、はい、でその中で、まあ、昨年6試合しか出てないんで、1軍に。そっか、まあ、32歳で6試合っていうのを考えると、ちょっとね、うんうん、このままいてもっていう、はい、でしかも今年はヤクルトエスコバーっていう、はい、まあ、内野手の外国人を取って、うん、あとは広岡とか、うん、西浦とか、はい、昨年が太田とか、はい、奥村とかっていうところの若い選手の起用とかっていうのも結構目立ってきてるし、はい、で、まあ、ヤクルトってやっぱこっからちょっと若い選手のチームの底上げでチームを変えていかなきゃいけないっていうんで、高橋新監督になった時に、この32歳の藤井選手がこのチームの中でヤクルトの流れから言うとちょっと乗り遅れてるっていうか、ちょっと年齢の狭間といろんなことでちょっと後輩を舐める感じにこのままだったらなるんじゃないのかなっていうところを考えると、どこでも守れるって言ったら、まあレギュラーじゃなくてもベンチで途中から行くマルチプレイヤーとしてはすごいベンチとしても使いやすいと思うし、はい、うんうん、そういったところで、まあ、キャッチャーを守れるんで、うん、大げさに言うと全ポジションを守れるんですよ。わあ、でも本当にオールマイティーですね。そうです、何でもできるんで、うん、まあもう年齢考えても、はい、もうラストチャンスにかかってきてるんで、そうです、ね、もうここはもうトレードに出してあげて欲しいっていう球団があれば、うん、ワンチャン選手のためにっていうのはいいのかなって思いますね。そうですね、欲しいって言ってもらえるってありがたいことですもんね。そうです、そうです、はい、それでもしね、うん、で僕は勝手にトレードに出した方がいいんじゃないですかって勝手にね個人の見解で勝手に言ってるだけなんで、はい、あの、まあ、そもそもトレードっていうのは相手が欲しいって言って初めて成り立つわけじゃないですか、はい、そうですね、出した方がいいと思っても向こうが欲しくないって言われたらどこにも出せない、どこにも出せないわけですから、はい、だからそこの折り合いも含めて、まあ可能だって、だからそのテーブルの上には、うん、上げてもいい選手かなと思うんですね、はい、あ、なるほど、だから現役ドラフトとかにも入ったらいいんじゃないかっていう選手なんですね。そうです、そうです、そうです、はい、もう一回頑張れば体の強さもあるし、はい、面白い選手としてね、うん、そのチームの危機を救える選手なんじゃないのかなとは思いますね。はい、わかりました。いや、難しかったです、ヤクルト。いや、すごい悩んでますね。めっちゃ悩みましたね、うん、じゃあ次です。はい、あ、楽天だ。はい、誰だろうな、楽天。いや、でもポジティブに捉えてますから、うん、そうですよね、はい、発表します。はい、楽天、はい、岩見選手です。おー、なるほどね、なるほど。何納得してるんですか。前回の平沢大河とは全然ちょっと、いや、あの時はまだ初回だったじゃないですか。これネガティブに捉えてはいいですよ。ちょっと分かってきたんですか。分かってきました。これはポジティブなことなんだって。いや、そうなんですよ、あのね、楽天ってすごく忘れたい方を育てたいって思いがあった、多分取ったと思うんですよね。あの、大学でホームラン記録取ってるんですよね。そうですね、そうですね、はい、うん、なんですけど、2軍では頑張ってるんですよ。なかなか1軍に上がってこられないっていう、うん、昨年は1軍の試合にも出てないんで。はい、そうなんですよ。ああ、慶応からね。そうっすよ、だって1シーズン7本ホームランですよ。うん、僕1シーズン最多4本ですからね。あ、しかも5試合連続ホームラン記録っす。あ、抜かれちゃったっす、僕4試合連続ホームラン。あ、そうなんです。だからパンチ力はすごいものなんですよ。そうですね、大学記録抜かれてます。あ、僕大学記録、僕と、はい、あの井口さんが青学の時、はい、で広沢さんが明治大学の時、はい、で森山さんっていう方が明治学院の時、はい、で僕は帝京大学で4試合連続ホームランが大学記録だったんですけど、はい、抜かれてます。その岩見選手のことを考えると、はい、もうだって楽天のね、はい、ことを考えると、じゃあ和田蓮、ジャイアンツから取ってきました、はいはい、下鶴、取ってきました、はい、内田います、はい、うん、ちょっと枠ないですよね。まあそうですね、ちょっと内野もね、今結構もう層がガッと厚くなっちゃってるんで、外野とファーストじゃないですか、うん、で外野はね、はい、そのまあ外国人のブラッシュ・ロメロとか島内、うん、はい、でまあ怪我しましたけど岡島とか、うん、でまああの辰巳、はい、小郷、渡辺、オコエとかっていう選手たちもいるわけじゃないですか。いや、いるんですよ人が、はい、ね、で右の大砲に育て上げるために取っていた和田、蓮、はい、下鶴、うん、内田とかキャラ被るじゃないですか。いや、そうなの、多分内田選手とかともまあキャラ被ってきますよね、はあ、ってなった時に、去年の起用法とか今年のここまでの流れ見てると、はい、もう第一グループにはいないですね。
残念ながら。あ、そうです。客観的に見るとね、うん、ってなった時に、まあ25歳、はい、今年が26歳になる時、うん、今年が1、2、3年目、はい、まあいい時期じゃないですか、トレード、売り時じゃないですか、うん、そうですね、まだできる選手なんで、そうまだまだ、でもこのまま行っても、うん、もう年食うだけじゃないですか、そうですね、でもし動けなくなったら本当に守るとこがなくなってくるんで、はい、もう思い切って、うん、いや大学の記録とか見ると、うん、その山川選手とか、うんうん、おかわりくんみたいに、もう本当忘れたい方ですよ、バーンって、もうシーズンじゃ40本打てるんじゃないかぐらいの感じだと思うんですよ。いいじゃないですか、はい、だから出身がね、滋賀の大津なんですよね、はい、うん、で、比叡山高校、はい、じゃないですか、うんうん、じゃあオリックスか阪神あたりでどうですか、右の大砲。あー、なるほど、ちょっと地元に近いところで、地元に近いところに行って、うん、まだチャンスあるし、はい、で、ね、いわば阪神もオリックスも右の大砲クラス、はい、まあオリックスでいうと杉本とかかな、はい、で阪神でいうと大山とか陽川、はい、中谷とか、はい、まあ、右いますけど、そこにね、どうですか岩見。いやでも楽天もまだ頑張ればいけるんじゃないかなと思うんですけどね、右って言ったら、まあ右が少ないじゃないですか楽天って。頑張ればいけるんですけど、はい、そのやっぱその期待ランキング順位っていうのがあるんです、やっぱり。まあ、そうすると、こう、内田選手とか。とかの方がなるから、結局、すごい頑張んないとチャンスが回ってこない。まあ、だからそのチャンスを生かすも、殺すも自分次第だから、はい、そう頑張らなきゃいけないのは事実なんですけど、はい、まあ、ちょっとハードル高いから、はい、ね、僕がロッテを選んだように、はい、出れるチームに。うん、なるほど。で、しかも、今だとまだ、楽天もね、はい、足りないところの選手とか違うキャラクターの選手をトレードできればね、はい、いいじゃないですか。そうですね、だからお互いウィンウィンで、そうですそうです、はい、だからもう、楽天は岩見を、はい、トレードどうですかね。いや僕はもういい売り時なのかなとは。そうですね、まあ、年齢としても実績としても、まあまあ売れますもんね、まだ、うん、そうそう、全然今いい時期だと思うんですよ、はい、でもね、ファンの人もね、はい、あんまり焦らないでくださいね、はい、これ何回も言いますけど、はい、球団は頑張ってトレードしようかなと思ってるかもわかんないですけど、はい、うまく交渉がまとまらないっていうパターンもあるんで、出してやるよって声高々に言うのはやめてあげてくださいね、はい、あっちはあっちのやるほうはやるほうの、はい、条件面とかが合う合わないのね、はい、契約事があるんですから、はい、まあ、こっちもその佐藤さんも自分の意見で言ってますけど、球団も球団でめちゃくちゃ考えてはいますもんね、だって編成。そう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 、うん、もし考えてなかった、考えてない可能性もあるんで、考えてない人が参考にしてもらってね、はい、まあ、確かに出してあげよっかってなってもいいじゃないですか。あ、編成担当見てますかね、この動画。どうですかね、はい、まあ、見てたらね、うん、参考にしてもらいたいのと、はい、あとコンサルもやってもいいですけどね。え、佐藤さんですか。はい、はい、客観的に見るから、はい、バンバン言いますよね。え、じゃあ家でもう12球団、うん、アドバイザーみたいな、編成アドバイザーみたいな。そうですね、佐々木チェンで勝手にやってきましたか。でね、早いもん勝ちなんで、はい、外部コンサルみたいなね、はいはい、うん、のやつだと、はい、引き受けやすいから。おお、そうですね、まあ、そうなんでね、はい、いろいろできますね。そうですね、はい、でもまあ今日はだからヤクルト藤井、はい、で楽天岩見、うん、まあ、トレード、はい、してもうワンチャン頑張ってほしいなと思いますけどね。そうですね、これはポジティブな話ということで、はい、そうです、はいはい、じゃあまた明日もお楽しみに、はいはい。